チャガルチマーケットのこの建物の7階にあります。はい、こちらが今回泊まったホステル、テラゲストハウスです。こんな感じになってます。こちらがバーカウンター、バーカウンター、レストランですね。はい、ここでみんなでご飯食べたり、夜はお酒飲んだりしています。こんな感じでね、このカスビールもね、ここで飲めるし、でここにはめちゃめちゃたくさんのドラフトビールがあります。で、この外のテラスがすごい良くて、はい、こちら外のテラスです。今台風がちょうど過ぎ去った時なので、すごい天気が良くなってきて、こんな感じでめちゃめちゃ眺めいいです。これこういう風に、ここすごいたくさん写真も飾ってあります。廊下の方にもね飾ってあるんですけど、じゃあ次ホステルの部屋の方を見ていきたいと思います。テラゲストハウス、こちらが今回自分が泊まった東京っていう部屋ですね。男性限定で、で中開けるとこんな感じで、まあ本当ただベッドがあって、6人部屋かな、6人部屋ですけど、なんか自分一人しか泊まってないんで一人です。でロッカーがすごいしっかりしてて、この鍵もね持ってこなくても鍵もらえるんで、すごいしっかりしたロッカーでいいです。で結構部屋は男女分かれてる感じで、こっちの部屋も女性限定、名前はニューヨーク。はい、でシャワー室はそんな良くなくてここカーテンでただ仕切られてるだけっていう形式です。で女性の方に嬉しいパウダールームまで完備してて、うん、部屋的にはだいたい中身はそんな感じです。ハロースタッフの私キムです。キムさん、キムさんです。はい、よろしくお願いします。キムさんが今日はパーティーをね開いてくれて、今日はちょっとそのパーティーの模様をこれから紹介したいと思います。はい、やっぱ台風が過ぎ去ったんでテラスがすごいいい感じになってるんですけど、今日はここでパーティーをしてます。ハロー、今日最後の日なんでパーティーを楽しんでね行きたいと思います。それじゃあ最後は夜景でさよなら。まあホステルって基本的にこういう風にただベッドがあったりとかするだけだと思うんですけど、スタッフがねここはすごくいいんで、すごいフレンドリーで、でまあ一緒にお酒も飲めるし、一緒にご飯も食べるし、まあ、そういう風になんか人と人との触れ合いができるっていう場所なんで、ぜひプサンに来た時はこのテラゲストハウス泊まってみてください。それじゃあさよなら。